ぱい。はい、スクネド、トモベ、パーキング。え？はい、いただきます。ノワールでも美味しい。スクネド、いただきましょう。まさにですね。あくんいっぱいあるよね。いっぱいあるね。え、また大丈夫だったのかな。中は。あ、どうぞ。中何にもないですけど。もう。あ、鍵閉まってる。はい、じゃあもちもちさんのお家を出していきます。だから焼きそば、名店焼きそば。うん。楽しみです。楽しみでございます。こっちは湿度が違う、ね、湿度が違う、全然違う。これで青空だったらもっと暑いな。本当に曇っててこれだもんね、うん、通常じゃない暑さだ。でここに行きますね。ちょっと暑いな。わざわざ暑いな。来ていただきありがとうございます。ところね、来ていただいてありがとうございます。ご夫婦揃って ね、 ね、本当に嬉しい限りでございます、はい、記念撮影してもらいました、ね、はい、ちょっとミーハーになっちゃったよ、ね、よいしょ、ね、ただいまの時刻11時47分時、いかがなものでしょうか。今から行くのが焼きそばでしょ。名店の焼きそばさせて、どんな感じか、ちょっと楽しみが膨らむ。昼どき、どうかな、どうかな。手放しちゃうという。この車調子ですよ。調子いいですよ。あの足回りじゃなくてエンジンはバッチリでございます。エンジンは3万5000キロ、うん、あのね、クラッチ新品、クラッチ新品、一生に見るときに新しいです。新しいですよ。お買い得ですよ。いかがでしょうか。四駆マニュアルだけど燃費あれなのに14、15キロ走るから。はい、まもなく到着でございますね。頼んでもらえますかね。うん、うん、そうですね。そうですね。注文だけじゃお願いします。いや、波でいいよ。私も波かも。すごい、はい、初めてだね、これ。初めて、はい、うん、は
はい、美味しそう。いただきましょう。ラクンでアイスコーヒー飲みます。はい、じゃあちょっとここの下行くな。うん、なんか公園になってるらしい。さっきのあれバイクの人もいいんじゃん。あ、そうなの？あれ、キャンプ場なの？キャンプ場ではないよね。あ、ほんとだ、なんかいい場所知ってるね、やっぱりもちもちさんは。休憩すんのいい場所じゃん、これね、弁当だのかってさ。さっきのバイクの人でじゃん。あ、ほんとだ、ね、キャンプするのかな、まさかね、キャンプ場ではないんでしょ。どこに止まればいいんだろう。手前かな、うん、奥かな、奥の方いいんじゃない、手前だと。ああ、そうか、うん、じゃあ、もちもちラクーンさんのお家お邪魔します。はい、あ、こう頭ね、はい、お邪魔します。おい、よいしょ、あ、頭はい、はい、よ、あ、色違うんですね、家具のね、家具あた、あの明るい色だね、これね、私の中もっとオレンジ色だったなはい、扇風機回ってて涼しいです。はい、はい、はい、じゃあ、はい、はい、お疲れ様です。お疲れちゃーん、はい、いただきます。おいしい。あー、冷たくていいね。うん、あー、おいしい、最高だね、やっぱりね、うん、冷たいもの、最高です。おいしい、はい、リアル、リアルです。今大人気、すごいね、うん、かわいい、ほんとリアルだこれ。セールランプの形状まで、あー、はいすごい、ミニチュアこれすごいね、すごい細い、なんかもう何でもね、料理もいろいろ。僕作ってないですよ、はい、え、作ってないの、はい、じゃあどうもごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しく、はい、美味しくコーヒーいただきました。よいしょ。はい。よいしょ。はい。行きました。はい。あ、景色最高のいいところですね、これね。はい。はい。うまいビール。はい。うまいビール。うまいビール。はい。はい、あ、降ってきました。じゃあ、あと仙台帰りますか。はい。はい。ね、はい、じゃあ、後ろ追い。